どうもジェヌインです、どうぞよろしくお願いしますということでね、休んじゃったってことで、まあ休んだんですけど、すみません、競馬場までちょっと行く体力と、そうですね、根性がなくてですね、家ですということでね、はい、普通にすみません、ミントっていう、はい、感じなんですけど、ようハゲ、誰がハゲて、まあ、僕なんですけどねってことで、はい、またね、まだ終わってないからこれ早いよ、まだ、うん、ちょっといい放送、なんで終わりなんだよ、おかしいだ、今からでしょこれ、今始まったばかりですけどねってことで、はい、今日はね、ムービーの大事な視点ってことで、まあ、馬主としてはね、本来会場に行くべきなんだけど、まあ、その行く根性と体力がなかったってことで、まあ、家からみんなと一緒に、応援と、はい、いう感じです。はい、あと1分。なんでやねん、めっちゃ短い、もうめっちゃ短い、もう音速短い。うん、そうだ。ジェヌインです、どうぞよろしくお願いしますって言ってるでしょ、これ。もう誰って言って、まあ、まだ始まったばかりですけどね、ってことで、はい。ちょっとピローンってね、今ちょっと言われたんですけど、はい。なんだよ、これ。うん、ということで、まあ、ムービーの発送は12時ちょい過ぎか、まだね、1時間ちょっとあるんで、まあ、それまでに、昼飯代、まあ、稼ごうか、みたいなね、まあ、そんな感じでね、ちょっとやっていこうと思います。はい、今日も働いてないんでね、その分の給料も稼がなきゃいけない。そうそうそう。うん、え？何これ？うん。君誰新人、あ、どうも、新人のね、ジェヌインと申します。どうぞよろしくお願いします。ということでね、その他で馬主をやっております。はい。ということで、3頭所持してるんですけどね、もう本当にいっぱいいっぱいで頑張ってます。よろしくお願いします。今日ね、その1頭がかなり大事なレースに走りまして、1着取ったら100万円なんで、はい。頑張って応援しようという感じでございます。はい。うん、休んでも、100万円入るからいいじゃん。だよね、ほんと、俺もなんか今から手越えて横寝ても100万円。バカ、それはもう、一着になったらなして、もう、今からそんなこと言うと、マジで運が逃げてくからちょっとやめて、本当に。ね。精一杯頑張ろうね、とか、そういうね、感じでちょっと行こうよ、ぐいぐいね。ということで、中継を移そうか。ね。中継、現地の、園田さんみたいなね。そう、園田競馬だけね。園田さんってことで、現地ドンっていうね。はい。まあ、配信的には多分ね、外配信よりも、この方が安定してるからね、いいんじゃないかしらって感じなんだけど、そうそうそう。うん、しんちゃん、あ、おやさんどう思って、相場中だ。あ、本当になんかすいませんってことで、今日どうですか？今日はね、結構ちょっと下げてるのかなって感じでね、そうそう。ね、おやさんぜひね、送別会ちゃうわ。うん、忘年会とかね、もしお時間あれば。まあ、相場がお休みの時にでもね、ぜひ園田競馬場にね、来ていただければ。園田年末年始もやってるんでね、ぜひ遊びに来てくださいってことで、はい。うん。ちょっとプロファイルで。ね、画像を入れていくんですけど、はい。ちょっと今ね、逆光で、別にこれ特殊効果じゃないんですけど、ちょっと逆光ですごい状態になってるんですけどね、ちょっとカメラがね、はい。こんな感じ。ね、あ、どうもーってことで、なんか、日がものすごい照ってます。はい。なぜかというと、これちょっとね、今これ固定カメラでっていうのはあれなんですけど、この方向に窓があって、めっちゃ眩しい。めっちゃ眩しい。別にJK の晩ご飯配信みたいに光でこうなんかね、まあ、顔汚いんですけど、それ飛ばしてるわけじゃなくて、普通に眩しい。うん、太陽光です。はい。ということでね、よろしくお願いします。はい。え、家から相場配信、そうなんだよ。そう、家から相場配信初めてで、だその辺も、ね、やっぱ、配信としてやっぱ家からやった方が、それはね、落ち着いてできるし、外寒くないしっていうことで、うん、いいと思う。まあ、その辺もね、試し行こうと思います。4レースです。なのでまだ2レースあるんで、そこまでに、ちょっとね、まあ、昼ご飯を稼ごうかななんてね、そうそう思ってますってことで、うん。行かないかなら勝率がちょっと、そう、ちょっとでもね、それが、なんか、ムービーにとってプラスになればね、いいかなとは思ってるんだよね、そうそう、今日負けた。君はね、どんだけ食おうって本当に、もう育ち盛りかバカ野郎ってことで、はい。ビビって現地、まあ、それもありますね、そう、ビビり半分、まあ、ちょっと、中国行ってきてね、ちょっと体力が、まあ、かなり消耗されたねっていうのもね、まあ、あるんですけど、はい。半々です。うん、前は、ちょっと前持ってかないでくださいねってことで、はい。僕の大事なね、中国人嫁ですよっていう、はい。おはよう。あ、おはようです、どうもってことで、動画の人です。朝から、ちょっとね、動画の人までそういうこと言われるとね、ちょっとなんか、スタッフみたいな、そうそう、なんか仲間にこう裏切られた感じがするんですけどね、はい。今日もよろしくお願いしますってことで、はい。ジェヌイン、現地、いや、現地行って、今日は家です。こう見た通りのこの家です、はい。いつものね、臭い部屋、誰が臭い部屋だよ、まあ、臭いんですけどね、そうそう、臭い部屋ってことでよろしくお願いしますっていう、はい、自分の間をネットで見れるとか、いや、これね、ちょっとブルジョワみたいな、うん、いや、ただ今日は本当に大事な日だった、弦は、もうこれちょっと耳かきなんですけどね、担げる弦は全部担いとこうってことで、今までムービーは、俺が行かなかった時のムービーの勝率 100% だね、うん、その 100% ね、神話、ね、なんかなんだっけ、
ザックジャパンの不敗神話みたいな、まあ、あれ終わったんですけどね、まあ、それにこう習ってもうできるだけ担げることは担いどこうっていう、まあ、そういうことです、はい、そうそう、うん、え、しんちゃん今月お時間ありますか、オイラから、あ、全然ね、あのメールください、皆さんもね、あの他の人も皆さんもあの送別会のお誘いを、ね、全然受けますよってことで、あの全然 genuine.jp@gmail.com にね、ジェヌイン、ちょっとあの来い、あの俺金貸してやるからとかね、もうそういうのも、むしろ金やるからみたいなね、もうそういうの全然来ますんでね、そう、あの新しいま買ってくれみたいなね、まあ、予託料払えないんですけどね、だよろしくお願いしますって、はい、太陽拳って、まあ、天然でもね、あの夜でもできるんですけどね、そうそう、あの神様の本当ね、もうちょっとムービーが勝つでしょうみたいなね、そうそうそう、そういうこともねできるかなっていう、そうそう、うん、仕事はあのね、仕事は今日はもうちょっとあのブッチしました、はい、もうなすいません今日なんかあの咳がうっ咳うっうっブチみたいなね、そんな感じで、はい、休みましたってことで、うん、ね、やめてないよ、だからもう、いや、やめたらこの子たちどうなるんだよ、ほんと予託料誰が払うんですかっていうね、そうそう、あ、ちょっと、ね、今月早く払わなきゃ、そう、あのちょっと代理に行ってたからまだ払ってないからね、あの早く橋本先生にちょっと心配かけないのですぐね、あ、払います、はい、そうそう、うん、あれやるよってことでね、そうそう、うん、あの家からやりますね、これ珍しいでしょ、現地で相葉が走ってて、もう会いたいね、あいつ会いたい、前ほど会いたいみたいな、会いたい気持ちをぐっと抑えて家みたいな、むしろね、あえて家みたいな、こういうの斬新だよね、まあ、将来、まあ、ムービーブレスジャパン、まあ、中央とか南関とかね、これちょっと遠征行った時に、まあ、そういう時にもこういう風になるというので、まあ、みんなで盛り上がっていく、まあ、その時はな、メインで会おう、みんな重症で会おうみたいな、っていうか朝ってやっぱね元気出るよね、もう夜はねもうダメ、夜はねもう本当一日の残りカスがね、この中残りカスが残りカスがギューってなってピュってこう、なんかギュギュギュってかってピュってこう、そういうのしか残んないからダメなんだと思う俺。うん、どうですかっていうね、皆さん本当に、うん、え、あ、どがん職人おつってことでね、昼ご飯どうする、そう、よくわかったね、うどんとあのね、鎖かけというか鎖かけのレディオ、あ、違う、壊れかけのレディオ、鎖かけのキムチ、まあ、鎖かけじゃなくて腐ったキムチなんですけどね、そうそう、それをかけて食べます、はい、うん、ムービー硬いなら今から入、いや硬くない、全然それはわからない、もうそこは、うん、もう俺ね、分かった、一つ分かったことある、もう競馬は分からん、もういい意味でも悪い意味でもね、どうなのかな、ムービー、まあ、ブレスだってね、もうこれはいけるなと思って、やっぱりなかなかね成績結びつかないし、そういうのを考えると分からんわ、それは、うん、だからもうそれ、ただ一つだけ言えることがある、うん、馬券はね、白いキャンバスに描く絵のごとくね、馬券はね、君たちの夢を描くキャンバスでございますね。君たちの夢は何ですか？私の夢はスマイルムービーです。こういうことだよね。うまく言えた今日はね。やっぱ朝はね、頭の回転が違うね。ブルーみたいなね。血糖線とか取れたんでね、ちょっといまいちだったんですけど、はい。今日はダメそう。いやね、なんでダメそうだよ。おかしいだろこれちょっと。え、ジェニーにちょっと濃い財布の小銭に抜いてやるってどうだよ。小銭くれてやる方だろ。うん、そうそう。いつ食卓に誰食どんだけ君たち思春期な、本当に食いすぎ。うん、馬券買うなら時間あんまり、あのね、馬券な時間買うないんですけどっていうのであれば、ちょっと2レース見ちゃう。うん、読み込みは終わってるんだけど実はね、そうそうそう、うん、これどうしようか、音入れとこうか、なんか寂しいからね、そうそう、ちょっと音入れとこうか、うん、音はじゃあちっちゃく入れとこうか、こんなもんでいい、こんなもん5でいいか、最初にしとこう、そうそうそう、最初にして、ちょっと懐かしのやつ言っていい、これ懐かしの、ちょっとあのまあ懐かしのってパソコンは全然懐かしくないんだけど、ちょっと待ってよ、映像を右左にね、あのまあ一応祝勝会の時はあのコップはあの右手に、左手は胸に、おっぱーいって、これちょっと皆さんね、あのご唱和くださいってことで、はい、これオリジナルだからね、これオリジナルですからねってことで、そうそうそう、ちょっと待ってよ、ドラッグヒアってことで、よっしゃね、水分ボンバーしようってことで行くか、早くこれちょっと誰か19万8000円で買ってくれ、これ、うん、そうそう、ちょっと予託料ね、払わなきゃいけないんで、そうそう、うん、まあ今月は大丈夫だよ、そうそう、まあ、心配かけるのことね言っちゃダメよとか、あ、来た、あ、まあ、これちょっと2ですね、うん、5番、みんな5番ね、ここ、うん、あ、指数も綺麗に出てるね、これ、うん、511、あ、次のレース511ね、うん、あ、でも山崎くんかこれ大丈夫、これうん、山崎くんか、これ、うん、次で川、まあ、ね、川原さん軸で行こう、川原さん軸、うん、川原さん軸の方がいいんじゃないかな、これ、うん、ちょっと山崎くん内枠出せるかな、ちょっと心配ってことでね、そうそうそう、うん、え、
さすがにもう君ちゃん、いや全然、いや追加でねまた拾ってきたんですけど、はい、そうそう、え090、ああのこれあのちょっと○○○っていうのはね、まあ、僕の番号なんですけど、これはあの園田競馬のね、あの集合用のね、あの番号ですから、あのなんかモーニングコール代わりにね僕にかけるのちょっとやめてください。はい、そうそう、またパクってない、オリジナルでしょっていうね、本当ちょっとやめてねっていう、そう、え大百科の電話番号更新ありがとうってことでね、そうそうそう、お前のパクリのパックマンってちょっと思うこと言うよね、これちょっと次使わせてもらいます。はい、え白いキャンパス、パクリじゃないだから、何これ俺のオリジナル、オリジナリティ溢れてるよねっていう、本当に、そうそうそう、よしちょっとね、これどうしようか、ここに置いとくか、うん、みんなちょっとここは5はね、さすがにいけると思うんだけどな、ここは、うん、一応まあババシス見とくか、ババシスも、あー抜けてるね、5いけるわ、ちょっとでも、うん、まあまあ3連複でいくか、最初は3連複511、まあ、中心に、うん、51174、ここまで10までね、ここまでどう、ここまで、ここまで、うん、10番まで、10番までみんな買ってみようか、これ、うん、そうそう、しんちゃんがそう思うなら、もうそれ、なんでそんな突き放すようなこと言うんですか、ちょっと、もう少しね、かまってくださいっていう、そうそう、うん、おっぱい、パクるわって、まあ、パクるんだったら、今のネタ、僕のネタを使うんだったら、1回使うことに月ね、12円払ってください、はい、税込みです、久々の、そう、ね、読むボンバーだよってことで、はい、これ、511、うん、これでいこうか、うん、ここ、511のワイドもありだけど、せっかくならちょっとちょいやれってことで、794、1210、この辺までの3連複、うん、ただな、3着って結構、変なのがバーンって入ってくるからね、それか、川原さん軸、まあ、そのジョッキー含めて安定感目指すんだったら、川原さん軸で行ってもいいかもしれない、うん、ちょっと山崎君どうかなっていうね、そう心配であればね、そうそうそう、うん、あーにゃーってことでね、そうそう、え、それ1番人気、2番人気ですよ、マジで、まあ、むしろそれ、なんか俺のなんか、ボンバーにオッズが、なんかこう、後ろからついてきちゃってるっていう、そういう状況ですかっていうね、そうそう、めっちゃ眩しいな、しかし、うん、ちょっとメールが来ました、はい、ね、メールが来ましたよってことで、クリック、うん、ちょっとね、メールが来ました、はい、お仕事お疲れ様です、うましぐら閉店しましたのご報告いたします、ありがとうってことでね、そうそう、あの、神田のうましぐらがね、いよいよ閉店しました、意外に持ったねってことで、はい、そうそう、おはにょ、あ、おはにょって、鳥紙、マジで鳥紙になっちゃう、これ、511からだと、ちょっと見てみようか、じゃあ、おっつだけ見てみよう、511から、じゃあ、これ、3ターンでいくしかない、これ。3ターンで行くしかないこれじゃあ3ターンで行くかじゃあうんそこまで言うならね3ターンで行くうんあーほんとだ 1.0 か 1.0 か山崎くんいけるかなこれまあいいや行ってみようかじゃあでこれでで川原さんまあ母さんこれ来るよね11で11でしょうん俺全然単勝売れてないけどね11で何番だっけこれ794、794、1210ね794、1210ちょっと待ってよ待てちょっと待ってよちょっと待って7あ間違えた794もうちょっと待って1210これどうこれどうこれでこれで3連単3連単、まあ、一応両方でつくか3連単3連単せーのはいドンはいドンはいドンあつくよつく全然ガミりませんけどこれガミりませんけどこれいいじゃんこれつく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 帽子だよこれうん今のどうですかね面白かったですかねはいこれにじゃあ3これ3連単もいっちゃおうこれうん今日景気よくねちょっとこれうん100円ずつ買っちゃうよってことでうんこれでいいんじゃないうん外れたら久々にタオルを外したパカ外したらお前太陽圏天然で出てますねっていうことでそうそうそう、うん、あでも3ターンちょっときついな3ターンでいくこれ河原さんいけるかいけるかなどうしようこれ迷うなまあいけるかよし3ターン3複でいこうよしうんまあまあ実際つくも最悪元返し最悪元返しうん投票うんよしいくよこれよし久々のじゃあちょっと景気づけに行くか一発。うん。0721。金額は1000円と。では、ムービー、大勝利。
いただきます、しよし行った、ちょっとね今映ってたのかなっていうね、そうそうそう、うん、買いましたねってことで、うん、これ1000円いったったよ、1000円、うん、合計1000円いったったよってことで、うん、511ね、511、うん、どうこれ511、うん、そうそうそう、え、合ってるでしょこれ、うん、はい、面白かったです、なんこれちょっとなんか、はい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 、面白かったですねみたいな、何これ、え、つく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 通して、これ何これ、何俺そんなこと言いましたかって、ちょっと無意識の領域っていうね、そうそう、え、ここで運、いや、あ、しまった、そういうこと、ここで運使っちゃうのかなこれ、あ、そう、先に言えよ先に、バカ、え、大丈夫かな、こんなに当たりまくっちゃって3連単も大丈夫これ、うん、大丈夫かなこれ、うん、お茶マンボウじゃないか、いただきマンモスって言ってるでしょこれ、中継行こうか、中継、うん、ちょっと中継入れるわこれ、うん、511ね、511で俺の勝ち、うん、511で俺の勝ちってことで、うん、よいしょ、うん、いやー、今日は来るね今日は、うん、そうそう、今日は儲かって、あ、今始めたばっかりです、はい、え、早くマヤ、バカ、マヤ見せよって、だから暗くて店が取れなかったって、店の中だ、外に連れ出そうとバカしたときに私この時期公安厳しいから怖いの、怖いのみたいな、お前そんなこと言われたらバカ、お前俺たちが何悪いことをしたって言うんだよみたいな、まあマヤは俺のハート盗んだけどなみたいな、これどう、これちょっとこれオリジナルです、はい、ちょっと面白かったらね、ぜひ W って書いていただきたいんですけど、うん、そうそうね、うん、何がお何、お前馬券や、バカ、馬券モンスター今日は、うん、だもしかしたらここで運を使い果たさないように、なんかあれみたいな、おーちょっとマジでこれ3ターン絶対来てたのにみたいな、うん、そうね、何この点点点って、ちょっと W 違う、アルファベットの方のね、そうそう、よし締め切り、よし来た、よしもらった、うん、ちょっと音上げてくけどね、そうそう、昼間から酒で、バカ、酒なんか俺酒飲めねえからあんまり、そんなに、うん、全然あんま飲まないです本当、基本的に、まあお付き合いでね、そうそうね、ジェニー君行くかみたいな感じ、行きますみたいな感じ、グッグッグッって飲む、それは飲むけど、うん、むしろやっぱ朝が元気で、だいたいね、こう俺のだからちょっとね、ちょっとすみません、中継中申し訳ないけど、だいたいまずね、朝起床するじゃん、おはようみたいな、であとこうずーってね、工場行ってこうずーっと下がっていって、もう最後の残りカスでこうこう配信するっていうね、だからちょっと夜はあれなんだよ、よく噛んだりとか、ね、君たちになんかパクリパクリとかね、甘んじて言われるようなことなんだけど、バカ野郎、俺は昼はめっちゃ元気、これ見て、もうしかも今日めっちゃなんでうるさいなこれ、何これちょっと、うん、あ、そうそうそう、これね、昔園田競馬で、なんでこれ毎回園田と流してるかっていうと、園田競馬でなんか乾杯になったことがあって、で乾杯でそのまま走った馬がなんか入着したりとかしたのかな、それで暴動が起きて、その日はちょうど尼崎競艇とかその辺の競輪も全部休みで、みんなその辺のちょっと競艇とか競輪のがちょっと柄の悪い人が多くて、そういう人たちが全部園田競馬に来てたから、そこで暴動が起きて、で地下の金が全部盗まれて、なんか火をつけられてむちゃくちゃになったっていう、昔そんな信じられないことがあったんだよ、だから結構ね、その田競馬こういうの必ずやるんですよ、わかります、はい、ちょっとまあ豆知識でしたっていうね、そうそう、死ねってどういうことや、死ねって、死ねってどういうことやこれ、うん、しかも W は、あ、W はつけてる、ありがとうございます、はい、うん、金づるってどう、金づるって、金づるっていうのはね、ひたすらね、店来てって言って行って払ってるやつなんだよ、俺じゃねえかバカ野郎これ、俺だ俺それ、うん、そうそう、体験入店ちゃん、あー、ちょっとまたこれ体験入店情報ありがとうございますってことで、うん、そうそう、まあね、そういうのに毎日ぶっこいていけるのがね、ほんと行きたいなっていう、そうそう、難関だ、難関は難しいって言ってんだ、だから当たんないって、うん、まあ難関にむしろチャレンジ、馬としてチャレンジしたいねっていうね、そうそうそう、うん、お前の人生と一緒で見方、どういうことですかっていうね、もう俺の人生と一緒で右肩下がりって何が右肩下がりなのかってもね、心配なんですけど、そうそう、うん、夜の放送と視聴数があまり変わらない、あ、そうだ、だ俺はね、俺はもうあれだよ、本当もうできることならばもう無職としてもうずっとね昼の放送、ただ生計も立てられないし馬が路頭に迷う、だから甘んじて僕は工場で働いて、よっしゃよし、ちょっと音を上げよう、うん、ちょっと話してる場合じゃなかった、うん、だからね、本当に俺はちゃんとね、こうやりたい、やりたいのは山々、本当やりたいのはもう山川豊かね、好きなんだけどみたいな、ちょっと違う歌だろそれも、うん、2レース3歳以上 C3 1組 1400m 12頭立て、うん、このレースは人気2頭、5番の西野馬の11番ミラクルクッキー、うん、この2頭が抜けた人気となっています、久々に来たけど相変わらずもう全然元気、だからもう本当俺は向いてないんだ、本当にね、暴動が、それから高級2000名11番ミラクルクッキー、この2頭が人気を集めています、
ゲート入り4コーナーの奥、僕あの普通にやってます、ね、最後あと1頭となりました、うん、12番のリューベック、これからムービーのレースは、ババ状態は4です、今日はスタートを迎えています。よし、51ね、頼むぞ。園田競馬の4日目です。山崎川原ラインね、山崎川原ライン、ね、頼むぞ、5を出せよ。スタートしました。お、出した出した出した、よしよしよし。少しばらついたスタートになりました、うん、戦後争いです。柳くん頼むぞ、本当に。まずは中の方から4番、まあ、ピューッと回っていってんの、残ってきたって感じかな。これを回して押しながら上がっていく7番、デルマティベリウス。おー、2番、ワールドカップ。おー、ワールドカップ先頭で2番手、3番、マルカンジャンプ。3番手が7番、デルマティベリウス。4番手は外から12番、リューデックで、インコース4番、センノフリージア。あとは5番、西野窓か、前から6投目です。大丈夫これ。インコースから10番、リューのスマッシュ。あるいは11番、ミラクルクッキー。そこには9番、マサノディティ。1コーナーカーブに入っています。それからスーッと10番の龍のスマッシュ、9番まで押し上げて、1番のジャンボ強潮がインコース、その後に6番のジャスミンが行って、最後方から8番霧島の春です。1段の競馬になりました、うん、前から後ろで6馬身圏内で2コーナーから向こう正面、うん、2番のワールド王座が先頭ですが、もう並んでいきます。7番デルマティベリウス、中に3番のマルカンジャンプです。下がる11番ミラクルクッキーと、あるいは10番のリューベック、その後インコースから4番センノフリージア、6番を通過しています。あるいは7番デルマティベリウスの向かれとる、懸命に中段で虫が飛んでいる黄色い帽子、5番西野窓かですが、それほど動きが良くないのか、良くねえよこれ。ちょっと各馬3コーナーから4コーナーに向かって400を迎えます。待って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 、これ内から2番のワールド王座、その外からスーッと動いていくのはもう一頭の人気の11番のミラクルクッキーです。あっかん、もうちょっと待って、バカほら出たよこれ、もうだからやめて、バカはもう10番龍のスマッシュ、それが9番のマッチヒートです。先頭は11番ミラクルクッキーに変わりました、リード1馬身です。ほらー、2番の龍のスマッシュ追い込んで、これが2番手から前に下がってくる、3番手のユーベック、違うじゃんか、これ10番ミラクルクッキーか、龍のスマッシュか、バカ野郎マジで。最後は10番龍のスマッシュ差し切りました。2区が11番ミラクルクッキーで、そして12番ミラクル3着入線、全ゴール前で10番リュウのスマッシュの強さが切れました。ここ先に抜け出した11番ミラクルクッキーを捉えて先着です。バカじゃないの、誰が黙って10番のリュウのスマッシュ、ゴール前でなんだよこれ、今日高級戦でした、10番のリュウのスマッシュ先着です。馬どうなってたの、2着が11番ミラクルクッキー、早め先頭に立ちましたが、ゴール前で差し切られての2着入線、飯がまずいこれ、その後いかもせん12番のリューベックもよく伸びていまして、これが3着入線となっています。どういうこと、えゴール前で一気に差し切った10番リューのスマッシュ、安城は手沢博士です。外枠ゴール前きっちり捉え切りました。あれリューのスマッシュ、渡辺厩舎の管理場、これリューのスマッシュ自身は3勝目となりました。ほら勝ってんじゃん俺、12も4走前にこのクラスは勝っていました、リュウのスマッシュ、バカがマジでこれ、見事初戦で決めました。2着11番で3着は12番リューベック、その後7番のデルマティベリウス、あと2番のワールド王座、1番のジャンボ勝ってますけどこれ、9番マサノディヒート、その後に4番、3番、どういうこと、これ5番の西野窓か、今日はいいところなく敗れてしまいました。いいところナッシングだよこれ。勝ったのは10番のリュウのスマッシュでした。レース確定はもうしばらくお待ちください。頭きたね、何これ。なんで、これ、もう、なんか、もう案の定だよ。これ。案の定だよ、これ。うん。え？養分の数、バカ養分の数出すよって出す。よく見ろよ、これ。バカ。なんだよ、これ。完璧だった、これ。ほら、11も12も10、勝っとるやんけ。だから俺、川原さん軸で行こうと思ったんだよ。本当に。マジで。あっかん、こんなクソみたいなのも買ってしまった。インコースから10番、龍のスマッシュ。あるいは11番、ミラクルクッキー。外には9番、マサノディフィート。1コーナーカーブに入って。まくるわ、これマジで。ちょっと、これいかもうこれちょっと、ムービーが走る前に取り返さんと。ムービー。え？ 5？ いや、5が、だから5がね、ちょっとおかしなことになりましたね。あっかん、もういきなり。ここまでマイナス1000円。書くなよ、だから。もう分かってよ、マイナス1000円って。マジで、もう。なんだよこれ、なんか、ま、体重とかどうだった、全然見てなかった、そういえばプラス6やな、ええよなこれ、たまくるなこれ、こういうこと、うん、硬かったら全然硬くないんですけど、これどこが硬いんですかっていうね、 1.0 倍単純ほとんどないんだ、これマジで、え、安定が悪いだけに安の定って、あっこれちょっと俺より先に行くとうまいこと言わないでくださいねっていう、うん、え10、11、13年、8、それで俺今日も飯が食えた、それでもう今日はもう、あ、よかったね、もうあとはムービーの様子をなんかちょっとボジョレ・ヌーボー、うるさいなこれ、ボジョレ・ヌーボーでも飲みながらあの見ようかみたいな感じになってたわ。
よし次行こう、うん、もうそんなね一個一個ね悲観してられないんですよ。ちょっと馬主としてはもうあの前へ進むしかないんです。前へね、一歩一歩前ですよ。はい、わかりますか皆さんね。ちょっとアホの皆さんにもわかるように言うんですけど、もう今のまま現状維持は、これは現状維持、その場にたととどまれたバッファー。よし3です、3です。今からねちょっと更新します、クリック。うん、見えてる。ちょっと今日はまあ特別ね、ユーストリーム、まあご覧の皆さんにはまあ無料公開ということで、はい、まあ無料公開ってダウンロードできるんですけどね、はい、よかったらね下の URL からダウンロードしてください。まあ下か上かはねちょっと見てるところで違うんですけど、はい、うん、え、1000円でうまい飯食って、いや言うなそれを、結果論結果論、本当だ、その1000円が8000になったかもしれない。もうこれ頭くんな、これこれ7も2も俺全部買ってた、これ5着まで全部買ってるのに軸がおかしいところになってた本当に、うん。本当ちょっとやめてくださいね。え、10番、11番、12番、マイムって何、マイムに1万くらいいくの、あ、マイム、あ、スマイルムービーのこと、ありがとうっていう、うん、ちょっと1万くらい、いやだからそこは俺がかけるとこうなるんだよ、こうなるんだってどういうことよ。そうそう、俺が軸にしたね頭ね5番見たでしょ、こういうことなんだよ。だから俺はだからむしろねムービーからの単勝全部買おうかなっていうね、それぐらいの勢いです、買うとしたらね。そうそうそう、あかんわこれ、もうかやっぱり機大事だ、うん、ジョッキー大事、うん、分かるでしょ。だからこれジョッキー指数もねこれ水分ボンバー入ってるんで、その辺もちゃんと見ていこうかみんなで、うん、そうそう、え、今日は当然ムービン単勝だ、だからチーマンっていくらですかって、そもそもね、そうそう、だからさっきも言ったように俺がもう本当に貼るとね、俺が貼っちゃうとその時点でもうなんか知らないけど、こうなんかこうあれだよ、デスノートのなんか君にしか見えないなんか神様みたいなのがボーンと来るんだよ。うん、そうそう。だからそれでもうダメになっちゃうから、むしろそこはもう腕を組んで見ているか、もしくはもう逆、俺、ムービー以下の単勝全部買うみたいなね。そうそう。そういうのがいいんじゃないかなと思います。うん。まあ、ムービーで100万入って、まあなってことで、そうそう、ちょっと、あの、うちわとかちょっと青いじゃんだけど、そう、まあなっていうね、そうそう、うん、アホでわかる。だから、わかりやすいように解説するからねってことで、そうそう。松野の様子が変です。まあ、いつも変なんですけどね、そうそう。うん、一歩、歩いて50歩下がるわけ、まあ、永遠に進まんやんけ、もうそう、うん、どんどんバックしていくわそれ、うん、そうそう、え、切り替え早い、そんな感じで、それは本当にやめて、人のなんか娘をねすぐ食おうとする人がちょっと多いんですけども、だもう本当に、まあ、ジャパンはもう本当に今ねもう成長してたから、こっから本当に、うん、全然いけるねっていうね、そう余裕ですよ、はい、ということで、ちょっとパドック見るか、ちゃんとね、ちょパドック見よう、ちゃんと、うん、ちょパド、俺ねちゃんと相馬眼がね身についてきた、ちょっとパドック、ちょみんな解説したらこれ、うん、1番ね、うん、なるほどね、うん、まあ、うん、2番ね、うん、2番ね、うん、まあね、うん、そうそう、うん、おいいね、3番、元気がある3番、うん、これあの花丸です、これなんかこれちょっとあのグッドです、グッド、あ、これなんだっけ、あ、グレートです、グレート、そうそう、うん、4番、あ、これもグレートです、グレート、これグレートです、グレート、ちょっと、うん、3番4番グレートです、はい、うん、5番、あ、いいね、その他の2人引きはグレートです、グレート、グレートです、ちょっとグレート、グレート、うん、345 OK ってことで、そうそうそう、うん、6番、バイサーブリッツ558kg マイナス、これまあグッドぐらいかな、そうそうそう、ちょっともう物見しすぎっていうことでね、そうそうそう、うん、あ、これ2人引き、これグレート、グレート。2人引きとりあえず OK ってことね。そうそう。ちょっとね、入れ込みかなって心配だけど、これ OK ってことよ。そうそう。うん。8番。8番、ローレル・アリエス、478キロプラス11キロ。これね、あの直接、調教師の先生かな、引いてるね。うん、どうでしょうっていう。そうそうそう。うん。あ、これバットですね。ちょ、元気ない。うん。もう元気ない子はもう回って終わりってなっちゃうから、これ元気ない。9番元気ない。うん。お、まずね、これグッドグッド、うん、そうそうそう、うん、大垣和馬53キロ、11番、うん、11番、 BB フェイク、うん、まあ、グッドグッドグッドぐらい、そうそうそう、56キロ、これどう、12番、うん、ちっちゃいな、なんかでかいな、え、体が太いのかな、これ、うん、背が低いねってことで、そうそうそう、うん、これグッドぐらいね、まあ、自分が何言ったか覚えてないんでね、どれがグッドか悪い、まあ、分かんないんですけど、はい、うん、そう、え、100万入るし1000円ぐらい、バカ、そんなね、100万の道も1000円からっていうね、そう、1000円の道も1円からっていう、そういう言葉がね、あの今作りました、はい、うん、今来たんだけど、家にいるんです、はい、もうだから、あえてもう現場に行くというのもあったんだけど、ちょっとその僕が現場に行くとムービーに迷惑かかるんじゃないか
という点と、あとそのそもそもちょっと体力的に今ちょっと厳しいという点がありまして、まあ、家からの、ね、放送となっております。はい、で早速1000円損したってちょっと後悔してるんですけどね。そうそう、うん、グレート、誰がグレートギライダー、なんでデブなんですかね。そうそう、うん、何がドン引きですかっていうね、これ今からねどんどんこう盛り上がってくるっていうね。そうそうそう、うん、よし、じゃあちょっとまあそんな感じで、まあ、パトック見たんですけど、これまあ解説聞いても分かんないから、よし、いっか、うん、まあ、スムーズに、じゃあちょっと、ボンバーってことでね、見ていくか、うん、まあ、で、せーの、ドンと、まあ、ちょっと指数出てない馬がいるけど、あ、吉村さんと学さんの馬か、これちゃんと見ていかないとね、うん、これ初戦か、むじいな、これ、むじいね、これね、うん。まあ、それでもね、まだ多少馬体が緩い、5番12番馬体多少緩い、まあ、でもマナブさんの馬ね普通に来るんじゃないかなっていうことで、うん、でもたけしさんの馬強いね、うん、9番、はい、まあ、雰囲気はねいつもいいんですけど、ね、952で決まりじゃないかな、これ952どうこれ、まあ、うん、そうそう、え、ほとんどグッドって、だほとんどグッドっていうか、俺がどれが今グッドって言ったかちょっと覚えてないんですけど、どうですかねそれ、うん、そうそう、そこちょっと忘れてしまいましたっていう、うん、本命対抗穴で3トン、だ本命はこれたけしさんの間でもいいのかな、たけしさん、まなぶさん、吉村さんでいいと思うけどね、うん、ただちょっとこれは指数が出てないんでやや厳しめです、はい、あ、なんかちょっと出ましたね、はい、うん、ここは、木村たけしさん、田中まなぶさん、ね、で吉村さんと、うん、いうので、まあ、上位かなと、うん、そうそう、で吉村さんのまあちょっと分からんけどねこれね、うん、12番、うん、中にもこれね成績がちょっとね指数が出てないのは若干弱いです。これまあ天球初戦とかね多分そんな感じ、まあそうだよね、うん、JRA からも映ったばっかりなんで、これ見てみると、うん、あー、これ何、これめっちゃ強いじゃん、これ着順2着2着2着って来てるけど、これめっちゃ強いじゃんこれ、何これね、むしろちょっと我がスマイネル軍団みたいな、うん、あ、コパノさんの馬か、ね、コパノカーンってことはこれあの、なんだっけ、ミスターリーンじゃなくて、うん、ドクターコパか、そうそうそう、の馬って、あ、これ橋本先生のとこじゃない、じゃあこれ12番ってこれ橋本先生のとこじゃない、12番、14、13、12、コパノカーン、これ、どこ、出走表クリック、これ12番って、え、見てみようか、うん、そうそう、え、同じ穴のムジーナ、あ、ムジーナってね、そうそう、いるね、ちょっと待ってよ、12番見てみよう、12番、うん、ほら、お、そうだ、ほら、ほら、ほら、うん、同級、これちょっとね注目ですねってことで、うん、これ、うん、2着2着と来てどうよみたいな、これはでももう111点でいいんじゃないかな、これ、うん、561点、マジで561点、うん、え、たけしさんの、まあ、お前をバット、バカ野郎とうまくいくこと言うね、本当に、うん、まあ、バットっていうかね、まあ、捨てられましたねってことで、そうそう、うん、おお、そう、放送してるよってことでね、まあ、ただ家なんていうね、うん、そうそう、うん、今来た何です、いやね、4です、この次、うん、この次なんで、ちょっと早速の、あの、意味なく1000円損してしまったんで、ここでちょっと取り返したいんだけどね、そうそう、うん、56でいい ?56 でいいか、これ、うん、学さんのままはまあありだと思う、うん、まあ、ここはね、ジョッキー買いしていいんじゃないかな、ジョッキー買い、たけしさんからジョッキー買いどう、これ、うん、そうそうそう、うん、え、結局行かなかった、そう、結局行かなかったんだけど、会社に行かなくこともなく、まあ、家で競馬みたいなね、もう本当クソみたいな生活をしております。はい、そうそう、うん、4、4レースです。はい、12は未勝利でも一応一番人気なし、あなた、まあそうだよね、うん、そう思う、だから軸どれっていうので考えたときに、たけしさんの馬かな、ここは、うん、そんな感じがするね、うん、ここは、うん、たけしさんの馬から行くのかなと、うん、まあでも外枠今日は有利っぽいよね、結構ね、うん、外枠有利っぽいから、まあ、そういう意味でもたけしさんでいいか、うん、って思うけどね、ここは、うん、そうそうそう、ムービーの調子、あ、いいと思うよ、だってここまあ、やっぱここ目標にね、来たっていうのもあるし、うん、引き続き元気いっぱいだと思います、はい、成績ではないんですけど
ども12番単勝 1.0、 ね、あマジで 1.0、 ただプラス13だけどね、もうちょっと着順は良くどうなんだろう13っていうのは、そこちょっとね、分かりませんけどもっていう、そうそう、まあ、聞いとけばよかったね、そうそう、風邪ひいた、風邪だからちょっと風邪気味なの、風邪気味というかな、体がちょっとね、あまり元気ないねっていうことで、だからその辺でちょっと、ね、現場まで行くところができませんでしたっていうね、そうそう、無断欠勤ちゃんと言って、はさ、すいません、ちょっとなんかお腹が生理みたいな、そうそう、まあ男なんですけどね、そうそう、まあそういうのでちゃんと連絡はしました、そう、だから全然大丈夫ってことやね、そうそう、だからここは、まあ、着順だけで見たらね、もう圧倒的にやっぱりまあ12なんだけどもね、だけどと、ここはちょっと大丈夫かな、まあでも外枠引いてるしね、どうかなっていう感じ、まあコパの間絞っていけば相手3頭で8番9番、ちょっとパドコンさん8番9番と、まあたけしさんはありだと思う、そう、中国の現地の水でも、あ、全然飲んだよ、そうそう、だそれも、まあ、飲んだというか、まあ、ちょっと口に含んでうがいする程度ね、それもダメって言われました、はい、そうそう、軽病じゃない、軽病じゃ、ムービーのくせに、あ、マジで人気、まあ、まだちょっと分かんないけど、まだ直前にならないとね、そう、こんにちは、会社に、あ、ギク、ちょっとやめてくださいよっていうことやね、そうそう、ここは、行く、これもやっとく、一応、もうちょっと金がね、なくなっていくんだけど、どんどん、一応行かるか、ちょっともう一回ね、じゃあ水分ドンということで、まあ中央からの転籍2頭いるんだけど、こいつらはやっぱり買わなきゃいけませんねと、でそれ以外の中でやっぱね、たけしさんの馬が圧倒、そう、これも圧倒ね、だたけしさんの馬から5、12、これでいいと思うんだけどな、で5、12だけで決まったらどうしようっていうのはある、そう、ここだけで決まったらね、6はないと思う。下原さんの馬ね。まあ、あるとしたらここまでね。ちょっと買いすぎか、これ。ちょっと買いすぎだよね、これね。まあ、吉村さん、たけしさん、その辺でいっか。たけしさん、吉村さん、まあ、外枠もあるしね。で、松浦さんまで行く。この辺上位取る。で、マナブさんが頭ってないでしょ、多分。マナブさん頭ないと思う。そう。明日から仕事。だ、ちょっと、明日から仕事来なかったら予託料どうするんですかっていうね、そう、払いませんよって。金沢水分も、マジである？何レース ?2 と5。2と5、本当にそれ、本当？じゃあちょっと、ここ、ちょっとね、すいません。予定を変更しまして、ここ金沢にしようか、じゃあ。本当にこれ。ちょっと見てみよう。本当ね、それ。ちょっとこれ、外したらもうマジブチ切れるぞ、これ。ちょっと待って、2、金沢、本当ね、これ、ちょっと待って、金沢、そう、ちょっと、ムービーのね、まあ、お膝元、園田もあるんですけれども、まあ、そこは、園田はね、ベッドやるとしましてね、金沢の方もね、はい、で、ちょっとお金をね、昼ご飯代を稼ぐということで、そう、頭髪も、後進国ってバッどんどん生え際がね後ろに下がってるねっていうことで、そう、マヤにあれジェニーなんか髪がベタベタしてバッ髪じゃなくてそれ頭皮ですよっていうね、そう言われましたねっていうことで、はい、1レース枠連78、2レース枠連78、3レース枠連何これ78って、マジ、あ、え、何園田が、あ、外枠ね、確かにね、そう、それはあると思うわ、ちょっとでも一応買っとくか、もう、ちょっと乱れ打ちで買っとくわ、とりあえず、ちょっと待ってよ、とりあえずここはもうちょっと適当に買うわ、適当に、投票クリック、1番はハッピープリズム、投票クリックした、でここで、ちょっと一回広げるわ、広げて、まあ、みんな見えんかもしんないけど、ここは、まあ、たけしさんだね、やっぱね、これね。たけしさん、木村たけし。あれ、どれ？木村たけし、あれ？4番、クルトゥーア、456キロ。これ、違う。これ、レース名が違う。3レースか。クリック。よし、ちょっと3レースね。5着7500円とか、安すぎるだ。これで、うわ、何これ、コパノカ、めっちゃ人気してんだよ、これ。まあ、いいか、じゃあ、これ、ちょっと頭にしとくか。で、こっから、
たけしさんで、まなぶさんで、で松浦正、なんだっけ、松浦正、本当に来るんだなこれ。ちょっと待ってよ。松浦正、なんだっけ、忘れちった。あれなんだっけ、さっき当たっ、あれなんだっけ、指数上だったやつ。ジョッキーだったと思うんだろうな。下原、あれ、続いて8番のローレル、こんなもんだっけ、あれなんかもう一頭いたはず。まなぶさん、下原さんだっけ、じゃあ下原さんはないわって言ってたんだよね。あれなんだっけ、やばい、プチパニック、俺がプチパニックみたいな。ちょっと、あれ大脇じゃないな、 BB ファン、違う、吉村さんから、木村さん、松浦さん、あれちょっとわからなくなった。ちょっと待って、先にじゃあちょっと取れそうなレースということでね、金沢、うん、金沢のね、2レース、よし、ちょ、これ取るか、よし、これで、指数をちょっと見てみよう、うん、指数ってことでね、うん、全然出てねえじゃないか、これ、全然出てねえよ、これ、何これ、ちょっと、何これ、全然出てないんですけど、これ、高か、もうちょっと時間の無駄、もう何さらしてくれるんですかって、ちょっと、プチクロスとマジ。ちょっと待って、園田の、これ何レース ?3 レースか。ちょっと待って、あ、固まった。ちょっともう、いらんこと、あ、ほら固まった。ほら固まった、マジで。なんだよ、これ。ちょっと、更新クリック。うん。更新クリックしました。はい、そうそう。うん。え？何が？え？この後3連、3連、もうちょっと騙さない。俺は園田に生きていく。うん、そうそう。え？てか、ムービー前走より前走相手良かったの。あのね、相手が、まあ、展開が向いたっていうのもある。うん。で、まあ、たけしさんがうまく乗ってくれたっていうのもある。まあ、相手もそんなに強くなかったっていうのもあるかもしれない。今回は全然前走とは違うというのはある。うん、そう。それは、やっぱ覚悟しなきゃいけない。それは、まあ、事実ね。そうそう。だから、まあ、俺は信じてるけどね。ただ、まあ、どうなるか分かんないよっていう。そうそうそう。うん、いう感じです。はい。そうそう。うん。え？あちこちで。いや、あちこちだから手出すって、君ら騙しまくってるじゃん、これ。どうなってんだよ。全然、入ってないじゃん、これ。あ、竹豊ってことね。そうそう。うん。どうこれ。うん。うちの間には乗ってもらわないですけどね。そうそう。うん。1倍。いや、1倍って言われたら、これ頭でしょっていうね。そうそうそう。うん。なんだっけ？なんだっけ？俺ちょっと忘れちまったよ。忘れちまったぜ、ベイベイってことで。うん。あ、いかん！ちょっと締め切られる！いかん、締め切られる！ちょっと待って、ごめん、待って、3分前だって。ちょっと待って、早く！動けや、マジで。ちょっと待って、固まった。もういかん！俺、ちょ、お願い、動いて、早く！ボンバー来い！ボンバー来い！早く、これ、ムービー、馬体重マイナス7？ マジで？なんかすごいな、今週、うちの馬減りまくりなんだけど大丈夫かな？うん。いや、これ究極の仕上げじゃないですかね、そうそうそう。うん。え？だクソソフトとかパソコンがボロいんだよ。ソフトは全然 OK ってことよね、そうそう。うん。あ、出た。うん。148ね。OK。148。うん、148。148。ライデンリーダー懐かしいな。1、4、8、5ね。よし。で、たけしさんの馬が必ず絡むっていう1、2着ずらし付けね。ちょっと待ってよ。ちょっとみんなどいてくれ。今ちょっと大事な話をしてるから。3連単クリック。うん。で、たけしさんの馬何番だっけ？ 9 番？ 9 番ね。9番。9番だから、これを、9番のやつ以外を消すと。9番。9番、9、よしよし、これでいいのか。うん。まあ、9倍とかあるな。まあまあ、大丈夫か。よし。とりあえず買おう。とりあえず買っちゃう。うん。これちょっと、ちょいあれ期待ってことで。うん。よし。これで、いきます。はい。あ、でも、これも1000円とくか。ちょっとなんか、ガミそうだから、1000円とくわ、これ。うん。あ、ちょっ、うん、固まった。待って、ちょっと待ってよ。集めに行くのは、8番、5番でいいか。8番、5番集め。早く !8 番、5番、8番、8番、5番。これね、これ、よし、ここ集め。ここ200円。200円。早く、200円。あー、もう投票クリック。はい、お願い、間に合って、お願い。よし。1000円。よし。投票どけ。
どれ、ドン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 。よし、行った。行ったろ、これ。丸、よし。丸みたいなね、そうそう、日本酒の CM、そう、丸みたいな。そうそう。よし。ちょっと、あれ、ドラッグや。もう、これ、右クリックが効かないんだけど、これ。右クリックがもう効かなくなってきた。もうパソコンボロいですね、ってことで。うん、変えた。とりあえず変えたよ、みんな、ってことで。うん。一応12頭でたけしさんが来るっていうね、12球、うん、まあ、ワイドでもいいねって感じなんだけど、そうそうそう、うん、え、何が、まあ、いや、ここは究極の仕上げということでしょう、うん、もうしっかりね仕上がってきたねってことで、そうそうそう、うん、え、台本どういうこと、台本通りって、うん、殺人、いや殺人予告じゃなくて、君たちがね俺のなんかね儲けをこうね削ぐようなことするでしょ、本当やめてねっていう、そういうことです、はい、そうそう、うん、もう通報とか本当やめて、本当に、まあ、スペックですね、本当にすいませんってことで、うん、1000円を10万、10万ちょっと無理だねってことで、うん、そうそう、まあ12球ね、ここ12球頼む、ちょっとムービーが走る前にちょっと金を戻してくれ、頼む、お願いします、たけしさん、たけしさん、吉村さん、お願いします、本当に次のレースもあのたけしさん、吉村さん、お願いします、で次のレースはできれば吉村さん1着、たけしさん2着でお願いしますっていうね、そうそう、うん、これはちょっと僕からの、あの馬主としてのお願いです、はい、うん、ゴールデンジョッキー、ジャパンプライドに、豊か騎手、あ、そうなんだ、そうだよね、豊かさんとか、あと横山さんとか、あとは内田さんで、他場からは多分的場文雄さんとか、うん、あとは岡部さんとか、まあ、その辺がね結構みんな来るねってことで、そうそうそう、うん、忙しいよね、ほんとね、ちょっともうパソコンがボロいんでね、これね、そうそう、 PC、 いや PC だから新しいのあるんだけど、ちょっと設定してないんでね、使えないです、はい、そうそう、いや、やってやって、はよって、あ、そうそう、ちょっと中継入れるか、うん、そうそう、中継入れますねってことで、うん、よいしょ、うん、よいしょ、あ、いかん、ちょっとでかくなっちゃった、うん、こんな感じでね、ちょっと中継入れましたよっていう、はい、そうそうね、お茶マンボで、いただきマンモスって言ってるでしょこれ、うん、よ、ちょっと海水かもしれん、うん、ちょっと海水だこれ、ダメかな、うん、ただたけしさんが2着ね、たけしさん2着だと俺の勝ち、うん、たけしさん2着で俺の勝ちね、そう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 、うん、そうそう、だお茶マンボじゃないから、いただきマンモス、そうそうそう、うん、いっちゃったってことね、そうそう、いっちゃった、うん、お茶だ、お茶マンボじゃないから、うん、ああだ、早く新しいパソコン、いや買ってなって、うん、もうパソコン買ってるんだけど、その設定ができてないっていうね、そうそうそう、うん、PC、うん、買ってます、はい、うん、買ったけど、そう、設定してなくて眠ってるっていうね、まあ、あの、ちょっと、まあ、そういうね、あの、ちょっとね、ズボラなところも、まあ、好きになったらいいんじゃないかなっていうね、そう、できれば、あの、女性の方いらっしゃったらね、一発やらせてくださいっていう、まあ、感じなんですけど、はい、よし、ちょっと音上げていく、これ、まだもうちょっといいか、うん、ムービーの復習、いや、だからね、俺がやるとね、副賞突っ込んだ4茶とか、うん、だからもういいんだよ、もうね、座って黙って待ってれば賞金がね、まあ、入ってくるっていう、まあ、そういうことや本当に、うん、だもうそこはもう俺、ね、こうずっとこうやって見てる、うん、もう何も言わない、もう本当にもう腕を組んで見てるってね、そうそうそう、うん、リボ払いで買ったのどれを、ああパソコン、そう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 、よく分かってるね、うん、そう、たけしさんはこう買ってもらって、その通り、あ、いや、勝ったいかん、まあ、まあ、ちょっとね、次はもう本当に、もうちょっとやめてほしいな、できればたけしさん、次はなんか、あれ、間違えて逆走しちゃった、そういうのがね、あってもいいんじゃないかと思うんだけどね、そうそうそう、そう、うん、いっか、よし、あ、これね、そう、全日本に最優秀、エーシンユリシーズ出るんだよね、うん、これもね、同じ厩舎、うん、橋本厩舎でね、うん、頑張ってほしいね、そう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 。PC 設定する放送、PC 設定する放送どうやるんだよ、設定し、あ、これでやるってこと、これで放送しながらってこと、クソつまらんな、それどこが面白いんだそれ、うん、そうそう、設定ができないってお前どんだから、設定がもうなんかやろうかなとね思うわけだけど、どうしてもちょっとね、そのあ、めんどくさいみたいな、もうちょっと、ね、もう寝るみたいな、うん、もしかしこるみたいな感じで、もう他のことにねちょっと興味が湧いちゃうってことで、はい、すみません、いや来年からはちゃんと使えるようにする、だから今年中にね、今年の汚れ今年のうちに、今年の PC 今年のうちにってね、あの言いますので、そういうのはちゃんとやっておきます、はい、うん、今来たムー、あ、まあまあ走ってない、まだ走ってない、あのムービーは次のレース、うん、だちょっと緊張してきたね、さすがに、うん、だここでちょっとね金を、あのちょっと今失ってしまったんで、失った金を元に戻したい、うん、とここは12頭の9、吉村さん頼むぞ、吉村さん本当頼む、2連勝ね、2連勝、吉村さん2連勝、何も言わんけど2連勝、ここは、うん、ちょっとムービーの練習行こうか、ここでムービーのその先行の練習行こう、これちょっと吉村さん頼む、本当頼む、吉村さん本当にもうね、吉村さんはいつも僕のまあスマイルネイル軍団の馬の調教をつけてくれて、あ、来た、ちょっと、うん、ちょっと後でまた言います、大丈夫、ファンファーレ、よし、頼むぞ。
ね、ちょっとそう、そこを決めた逆走、マジで。ちょっとここのレースで逆走したらダメです。次のレースでね。馬単8、11、この3レース人気を集めたのは12番のコパノマンです。うん、これちょっとね、まあ、本当ムービー、マジでちょっと応援してみんな、素晴らしい実績を誇る12番のコパノカンが移籍初戦、人気の中心となっています。さて、行くぞ、うん、さらに今日昇級戦、9番のチキリガム、あるいは8番ローレルアリエス、笠松から移籍の5番グッドランスター、こういったところが上位に続いていました。ちょっと余裕残しても勝てると思うんだけどな。圧倒的な人気となりました。たけしさん、ちょっと差しすぎないでね。これから向かいます。うん、安城は吉村智弘。エンジンが違うと思う。ぶっちゃけね。うん。中央で2着だぜ。枠入りが終わります。係員が離れました。離れて。スタートしました。スタート。いいね。ばらついたスタートになりました。先行争いです。中の方から4番、あーいいね。そう、これ、ムービーと全く、そう、よし、ムービーの練習しよう、吉村さん。よし、そうそう、そんな感じ、そんな感じで、ムービーも。うん、そんな感じで、ムービーも。よし、あ、これいいね。これいい、これいい。うん、これいいよ。それから一番新作、それいい。もう、それ、それでいこう。次のレースもそれでいこう、吉村さん。うん。11番、BB フェイク並んで、これでこれでいこう。うん。8番、ローレル・アリエス、その後には、どこ今、チパニック、あとは、2番手か。ストを通って7番、吉村さん、それでいこう。次のレースもそれでいこう。各馬が2コーナーからこれから4番、ね、いやいやいや、縦長の展開、前から押し目では15馬身ぐらいあります。4番どうかな、4番クルトゥーはリード1馬身です。もうこれをぴったりマーク、12番のコパノカンが2番手から行って、うん、あとは3馬身差、うん、おたけさん危ないな、なんかちょっと押し上げています。1馬身相手1番ハッピープリズム600を切りました。いいね。そして中盤から全部勝ってる、全部勝ってる、動いていきます。今5番手の、あ、まだまだまだ、あんま頑張っていいよ、あんま頑張っていいよ、あとは11番いらんよ、そっちは。各馬3コーナー坂を下ります。ここで早くもいい手応えで12番のコパノカンが、あかん、ちょっと待って、おい、辻吉村さん、分かってるよね。木村の9番、チキリガム、このチキリガムが懸命に外から押しながら、12番の吉村さん、分かってるよね、分かってるよね、そこ。5番のグッドランスター、3番手の押し上げて、よし、よし、狙い通り、狙い通り、どけ、どけ、俺、よし、よし、ええぞ、よし、よし、完璧、完璧、いいぞ、ほら、ほら、よし、先頭、よし、2着は9番、チキリガムです。な、言ったろ、ほら。上がりました。ほら見てみろ、バカ野郎、本当に。これで次のレースもこの順番で、次のレースもこの順番で、よし、吉村さん今日乗れてる、吉村さん今日乗れてる、うん、デビューから5戦目、いいね、移籍初戦で吉村さん今日乗れてるよ、12番のコパノカーン完勝でした、うん、な、言ったろ、これ2着には9番のチキリガム、完璧です、コパノカーンに完璧でございます。3、4コーナー並びかけていきましたが、うん、これは最後、言ったろ、だからもう完璧だよ、これ。カンのペキコちゃんでございますよ。死じゃん、死じゃねえよ、これ。何、人の幸せはね、なんか、愉快ですね、みたいな。クソがって、どう、君たちは本当に口が悪いに違う、本当に。苦しみたまえよ、本当に。吉村智弘ムービー。2ヶ月来たな、みんな。キロよし、ここからちょっと、ちょっと馬券は、もうちょっとみんな、あえて言わん。あえて言わんから、ここはちょっともう、水分もんまみんな閉じよう。うん、みんな、今起動してる、ちょっとうるさいな、これ、ちょっと。ゴール前ではもうリード3馬身、4馬身。ちょっとみんな、起動してる水分もんまをとりあえず閉じよう。うん。みんな、ここからは、その当たるソフトじゃなくて、ね、みんなの心に聞こうか。まあ、馬券って、みんなの夢を描く白いキャンバスだと思うんだけど、何を描きたいですかと、いうとこね。そうそうそう、え、3連符 4, 3連符4倍か、3連単なんでね、僕ね。そうそうそう、え、君は口がくそ、何これ、ちょっと片言、なんかドラクエ口調やめてくださいっていう。そうそう、ハゲのくせに、ハゲだって生きてるんだよ、バカ野郎、マジで本当腹立った、何ですかっていうね。そうそう、うん、スタートしました。カンのペキコはどこで、パカ、俺のオリジナル、オリジナル、もう なんでそうやってなんか全部面白いことはね、パクったんですか。あ、ちなみにこう使うときは僕にね、ちゃんと著作権12円払ってください、一回ね。そうそう、うん、マヤは口臭い、あ、なんでドラクエ口調なんだから。うん、そうそう、キムタケ、よし、次は本気、いや、ほんとやめてください、タケシさん、ほんと次やめて、ほんとタケシさんやめてね、ほんと。いや、そのまま多分もう将来ね、何千万と稼げる馬だから、この1レースの100万は俺にくれ、頼む、くれ、本当に。ていうか、もうちょっと 着が1個変わるだけでも10万ずつぐらい違ってくるから、そこはマジで。もう俺もね、もう体調万全だったらもちろん現地に行ってね、もうめっちゃ応援してるんだけど、ちょっともうちょっと
残り余命3時間ってことで、そうそうそう、あのもうちょっと現地行けないんで、今ちょっと体調悪いから、うん、だからそれで、うん、3連打 7.5 かよ、もうマジで、もう 7.5、 マジでめっちゃ少ない、うん、うんこで汚れたっけ、なんでうんこで汚れただよ、ちょっとうんことか小学生ですよね、そうそう、うん、パクリです、なんでやねん、パクってないって、だからオリジナル、うん、と特許出願しようかってね、そうそう、うん、水分ボンバー見ちゃう一応、いやこれはねちょっとご法度だと思うんだけど見ちゃう水分ボンバー、いや俺もね怖いんだけどね正直、いや見てない、マジで本当一旦まだ見てない、うん、見ちゃうか、なんかねまあ結局当たるソフトっていうのは分かっていただいたと思うんで見ちゃう水分ボンバー、うん、いや200円貼ったから大丈夫、うん、そうそう急頭200円貼ってるから、うん、見ちゃうこれ、うん、え、アラモちゃん応援する。なんで君たちはね、別の馬を応援するんですかっていう。俺らのムービー、ね。まあ、君らはムービーのことね、一回捨てたけど、俺は最後までほんと諦めなかった。うん。ムービーはやる子だと思った。俺だけはほんと最後まで信じてた。そうそうそう。だからもうほんとね、ちょっと出走。やるか。一応更新クリックってことで。そうそう。うん。え、君たけババア読めたよ。な、ちょっとやめてよ、ほんとに、たけしさん。ほんと、ここで前哨戦とかほんとに。いや、それは吉村さんも。でもな、ちょっとな、外枠、やっぱ外だね、今日。外だわ今日、うん、だから外から被されるような展開だときつい、だからハルちゃん結構有利ね、そういう意味では、うん、ハルちゃん有利、うわ700、安いなこれ、安ー、うん、とりあえず500円負けってことでね、そうそう、うん、え、はよ、はよ、いや見る見る見る今、うん、今読み込み中、うそ、少々お待ちください、これはホテルの受付の自動チェックインカウンターでの声ね、そうそう、めっちゃ見てるこれ、うん、うん、見てもキムタケの馬、まあそうそうそう、タケさんの馬は一回も走ってないから出ないけど、それは分かってる、それはむしろみんなが入力して、うん、ムービーより上を入れるか下を入れるかはあなた次第ですっていうね、そうそう、まあ都市伝説ではないんですけどね、はい、うん、見ても2番手かさん、まあまあまあそう言うなって、ちょっと見ようか、うん、見ようか、ちょっと全部いろんな指数があるからね、そうそう、あのババ指数とかいろいろあるから、それも含めちょっと見て、あ、来た、出たね、よし見ようか、あ、っていうか、おい待って、ちょっと待って、その前にちょっと、おい相葉の姿を見させてくれよ、ちょっとこうちょっとボリュームアップね、いい、ボリュームアップして、うん、ちょっとうるさいかもしれんけど、ちょっとごめん、うん、ちょっとその後にボンバン見よう、その後にボンバン見よう、うん、あ、ちょっと待って、あ、間違えた、よしピヨ、うん、ムービー元気か、ムービー元気か、もうちょっとムービーちょっと元気ですかってことで、おう、ちょっと、おう、みんな、ムービー来るよ、ムービー。うん、どれだっけ、ムービー。あ、出た。うん。ちょっとムービーが元気かどうかしっかり見よう、みんなで。大丈夫かな？静か、めっちゃ静か。うん。ムービー何番だっけ？ 6?7? 6?7? セカンドトライ競争、2歳馬の一戦です。12頭、各馬まずご紹介していきましょう。ムービー頑張れ。ちょっと俺もうちょっと小さくなるわ。うん。4レース1番のタガノブシュロンです。うん。488キロ増減ありません。いいね、川原翔一54キロ、うん。こいつもちょっと敵だな。うん、2番、雪のスカイナイト、437キロ、ね、プラス3。うん、いいね、2人気多いね、やっぱりね。ここやっぱ明治でみんな最後のセカンドトライだから来てるよ。3番はウィンスパートです。492キロ、プラス8。なるほど。田中様は54キロ。隣の枠ね、隣の枠。龍の森行き、533キロ、プラス5。美濃高則、54キロ。ね、右下の埃が、どこに埃がある？ 5 番のハーフマンですと、460キロ、マイナス2、ね、松浦聡、54キロ。次はキャプテン勇気、ね。6番、キャプテン勇気、468キロ、マイナス2。ムービー元気かな？ちょっとマイナスなんだからね、その辺どうかなっていう。うん、あ、出た、エキサイティング。エキサイティング。今日が初出走、結構来てるね、512キロでの出走です。木村武史、54キロ。さあ、ムービーどう ?8 番、スマイルムービー、440キロマイナス7、ほほほ吉村智弘、54キロ。一、うん、人で引いてます、私さん。うん、9番、アラモ、442キロプラス4。ちょっとチャカチャカしてるね、これ。54キロ。大丈夫かな、ムービー。ちょっとチャカチャカしてるね、これ。うん。
中盤はキン、うん、キング455キロマイナス3、今久し54キロ。ハゲるって俺じゃねえかそれ、やめてよ本当に、あなた11番ハルル475キロプラス2、松浦正弘53キロ。なんか馬っぷりのいい馬、でかい馬が多いねこれ。ちょっと12番はスプリンターエース510キロプラス5、坂本和也54キロです。元気みたいなね本当。数12頭のセカンドトライ、いや来たねこれ、ちょっとちょっとちょっと、1番のタガノブシュロン、ちょっとこれぐらい、デビュー戦2着の後の2戦目と下げるわ、こんなもん25半分、うん、はい、ちょっと来とるねこれね、まあ、いいなと思ったんですけど、ね、細くない全然ムービー、普通だ普通、どこ見てんだよ君らは、うん、その点がレースにどう影響するかがポイントでしょうね。引いてまちょっとなぁ、ごめん、いや最近でもね一人引きだったずっと無理は、うん、はい、それで勝ってたから、ね、むしろ人気の時負けてるから、ね、うん、ちょっとみんなちゃんと聞こう、ちゃんと聞こう、うん、ちゃんと聞こう、3番のウィンスパート、うん、ちゃんとみんな聞こう、ちょ、し、まあ、ね、うん、よくしガリガリじゃん、どこがガリガリで、いいですね、はい、細くない、どこが君ら馬を見る目ないね本当に、もうどこが細い、4番の龍の森行き、5キロです、うん、はい、まあ、最近ねちょっとね、あの逃げても粘れない時が多いですから、ね、うんうん、相変わらずちょっとね、あの力強さにも欠ける周回ですね、 あ、 そうです、あ、ちょっと力強さに欠けるって、力強さに欠けるって4番、よし勝ったのこれ、それ5番のハートランドベストです、うん、マイナス2キロ、ハートランドベスト、はい、うん、まあ、前回ねあんまり見せ場のない競馬なんですけどもね、うん、ちょっとあの木村さん取られました、はい、うん、なんでってか多分それは、まあね、いいと思ったんでしょう、前走以上の競馬はできるんじゃないでしょうかね、うん、腹は全然だ、普通だよ、どこが切り上がってる感じじゃないじゃん、はい、まあ、いつもねこういう雰囲気なのでね、うん、問題はないんですけどもね、ちょっとね、点のスピードは速いですからね、うん、前回もね、点速い馬いるんだって今日、失速してしまいましたからね、うん、まあ、あとは道中のペース次第だと思いますね、そうそう、エキサイティングすげえ決だろこれ、今日がデビュー戦となりました、これうわ筋肉すげえ、はい、まだねちょっと絞れる余地はあるかなと思うんですけど、ね、まだ絞れる余地あるって、いいですしね、あ、マジで、まあ、最終追い切りもねものすごいタイムで動いてましたから、ね、ものすごいタイムって、まあ、初出走でも楽しみな一頭だと思います、きつい、さあどう、みんなし、しマイナス7キロ、はい、まあ、先ほどからちょっとね、前回に比べてちょっとうるさいなといった印象があるんですよね、うんうん、まあ、前回の勝ち方も良かったですからね、はい、まあ、すんなりいければ面白いところだと思いますけどもね、うん、今日のちょっとカリカリした感じが気になる、あーちょっとーマジで落ち着けムービー、お前どうした、はい、どうした、なんか気になる女の子いた、ちょっと、ね、抜け出してね、いい競馬をしてましたね、マジかよ、まあね、バカ野郎、ちょっと、まあ、順調だと思います、なーに、なんかあったの、10番のキンキングマイナス3キロです、もう、はい、まあ、ちょっと落ち着け、落ち着け、まだ間に合う、まだ間に合う、今回の追い切りもなかなか良かったですね、カリカリって言われてよ、だからなんで俺と一緒なんだよ、マジで、ちょっとムービー落ち着け、落ち着け、前回みたいな感じでお願いします、前回みたいな感じ、うん、そうそう、うるさい言われた、うるさいって、カリカリ会は良いよ、いや、そうなんだけど、いや、そこが心配なんだよ、だからガーッといっちゃうと、今回、たけしさんみたいな抑えられないかもしれないから、うん、ビャーっていっちゃって、終わっちゃったらさ、直線持たないじゃん、雰囲気自体はね、悪くはないんですけどもね、ちょっと落ち着け、うん、落ち着 け、 ち着けムービー、前回もね、ちょっと返し、これ、注目で返し、返し注目。うん、どうしよう、2頭セカンドトライ競争、うん、勝てば安心定うるさい、どういうことだよそれ、俺は全然もうね紳士の塊ですねって言って、はい、そういう意味では陣営は俺はうるさくないってだから、ね、そうですね、すごい話しい、まあ、その影響かね、ケチついちゃったね、ちょっと早くなってしまう方が多いですからね、はい、なるほどね、勝ち急ぐわけじゃないんですけれども、うん、やはりそのレースに対する意気込みというのがやっぱり変わってくるんでしょうかね、そうそうそう、そりゃそうよ、そりゃそうよ、そういった意味で今言われた通り本当に激しい例になるケースが多いんです、うんうん、そんな中で7番のエクサイティング、はい、本命を取ったんですね、そっち行く、そっち行く、何しにし、どういうことだよ、まあ、もしたんですけど、ね、うるさくないよこれ、まあ、このメンバーでも、ね、馬券、そう、馬券をちょっと買うのやめよう、ね、いや、そういうのね、単勝は買ってもいいよ、いい、まあ、もちろんどこの単勝かは言わないけどね、やはり2歳でね、まだ出走してない段階でね、うん、5波論65秒9で半マイル50秒1というのはね、驚異的なタイムだと思いますからね、見たことないですね、半マイル、力は、ね、どういうことそれ、上位候補だと思いますのでね、思い切って本命にしました、マジかよ、新馬戦には間に合わなかったけれど、そうです、間に合わなくていいよ、もうなんだよ、せっかく
もういきなりから本当やめて、そんなルールあったの、ね、セカンドトライが初戦ってちょっと強褒めっぽい年代があるんですけど、ね、まあ、いきなりでも交渉してくるんじゃないかなという期待感、ね、まあ、あるわな、持ちました、見たことないよそんなタイム、はい、初戦だからというところですね。先ほどの花にケイムホームさん君、なかなか決闘的にも決闘的にもバリバリ、ね、どういうことこれみんな、ちょっとえシーンの手もらえたの、なんで急に地方上切れた、そして相手方向どうしましょうか、8番のスマブ、星ある、星見える俺に、ですね、前回の勝ち方もね、流れてったんじゃないかなと思って、タイムもね、まあ、ました落ち着いてるかバカ、あ、来た、無理、まあ、今回もね、あのちょっとカリカリしてる面が気にはなるんですけど、誰誰誰誰、俺うちの馬先手を奪え、まあ別に先手を奪えなくても別に問題はないと思うんですけど、うちうちですか、ね、スムーズに行ける方がこの馬にはいいですから、ね、ですか、うちですか、うちですか、ね、早めに行ける、あ、落ち着いてる、はい、もうムービー落ち着いてきた、勝つチャンスはあるんじゃないかなと思いますけど、渡瀬さんのちゃんと言うこと聞け、清水さんのこと聞け、あとはね、一番の高野武士論ですね、あ、もう終わっちゃった、ごめん聞いてなかった、すまん、ちょっとみんな、なんて言ってた、なんて言ってた、岩田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 さんは全然 OK、岩田さんは全然 OK、もう一度、もう一度、同じ枠が入っちゃいましたからね、どういうことだよ、あ、来月のお宅ではどうなるの、高野郎、ここはもう自分で稼げて、自分で。前回は外に持ち出すとね、なかなかいい野手が出てきましたからね、もう少し、岩田さんとか小牧さんはあり、まあ、そうだろう、ちょっと、その辺はありっていうね、あとは、あまりちょっと、その後がですね、3番のウィンスパーク、たけしさんは、まあ、ただ、俺は、いや、俺のこんな初戦、一発目の馬に、バカ。それ資格がないわけじゃない、ね、資格がないわけじゃない、足上がってしまったんですよね、絶対、それなんか、ね、全く歯が立たないわけじゃない、面白いんじゃないかなと、ピャーっといくかもしれない、これちょっと、最初ね、まあ、いつものムービーみたいな感じで、だ本当にもう、あれ、返し馬で、返しでちゃんとこうちゃんとね、スムーズに折り合えてるから、そこみんな注目ね、最後の印を打ちましたね、そうですか、いや、なんて言ったか、ごめん、また聞いてなかった、すまない、そうですね、解説、対抗ムービーね、よし、ええぞ、さあ、それ、まあ、まあ、マイペースに逃げれたらね、マイペース、たぶん、本当に吉村さん、さっきみたいに折り合ってね、さっきみたいな感じでいいからね、そう、花切れなくていい、砂かぶってもムービー大丈夫だから、うん、ほんとほんと、ムービー相手一番で、マジで、よし、客室がなんか極端だといいね、そうそう、外伸びるからな、でも、そこはな、なんて、7番、3番、28.5 倍、7番が1番人気になっていました、1着のところ、ただその後は1番中心、何言ってるかちょっと分からなかった、ムービー対抗ね、チャンスある、マジで。みんなもちょっと、オラにオラとムービーに力を貸してくれ、頼む、頼む、まあ、いい着順取れるよね、そうそう、ムービー、9ミリ余ってる、そうそう、かなり甘い、もう甘いんだよ、もう9ミリさんの私ちゃんのこと、多分大好きなんだからね、本当に、馬房に入ってきても寝てて起きないみたいなね、そうそう、どんだけ慣れてんだよみたいなね、そうそう、まあ、あんま走る気がね、その辺ないみたいな、あ、攻め馬、ないないないみたいな、そういう感じでね、全然起きない、ちょっと、おムービー、ちょっと、吉村さんのってどうなったかちょっと見てみよう。ムービーは甘い。どういうことだよ。本当言われたように。全どういうことだよ。ムービーは甘い。どういうことだよ。意味が分かる。7番って。7番まあ7番が一番人気ね。そうですね。まあ時計とデータ見たいつもは負けてここ一番で勝つマスター。なるほどな。いつもは負けてもここで勝つマ。長島しようみたいなね。分かる。そうだといいんですけどね。あのちょっと入れ込んでんじゃないこれ7番。ちょっと入れ込んでんじゃないこれ。どう？おかしい。ムービーと。ムービーもチャカチャカしとるかなこれもうちょっと。お前頑張れちょっと音下げるね。おムービー頼むぞちょっと。どうよ。とうとう来たぞこれ。こうばこちょ。もうオープンだからねこれオープン戦だからマジで。うん。解説馬主さん家賃を滞納しているので今回厳しい。どういうことだよ今回厳しい。いつも厳しいわそれ。うん今月もまだ払ってないですはい。うん。ムービーハルル。まあハルルちゃんね。うん。ハルちゃんもいいと思う。もう馬の、馬っぷりが違うね。なんかこの、要は、君たちがよく中央で見る馬の形をしてるよね。そうそうそう。ムービー、ちょっとなんか、違う、なんか違う、ちょっと歪でしょ？うん。まあ、それは、まあ、値段がそうなんだよ、そういうのね。そうそう。うん。でも、俺はもう、大好き。もう、うちの馬みんな大好きです。はい、そうそう。だから、その辺も、こう、なんか、この乗り越えていくってね、その、血統とかブランドとか学歴とか、その関係ね、俺は走るんだっていう、そのムービーの姿大好きですということで、はい、応援してください。うん。また1番人気78、あ、ちょっと、8787、バカ、その裏目かよ、裏目。うん。7番、あ、ちょっと7番、いや、これは、ちょっと、マジであるぞ、これちょっと。うん。ちょっとすみません、マウスポインターがいつもあったんですけど、うん。いくか、これ。うん。ムービー、ターン 3.8。
3点。まあ、人気は別にいいんだけどね。うん。さあ、皆さん、馬券を買ったら皆さんの夢を買ってください。ね。どうなったらいいな、夢というのは、ね、将来、こうなったらいいな、ああなったらいいなと、ね。そうやって見るものですね。それがあなたにとって何ですかと。この4レース、園田4レースにとってのあなたの夢は何ですか、そのを馬券に表してくださいっていうね、そういう感じです。はい。うん。7と8の馬体数。そう。だ、それは、それは認めるわ。うん。まあ、あと、春ちゃんとも見たら、もう、それは作りというかね。うん、それは違う、それは血統も違うしね、うん、それはお父さんお母さん見てみなよと、うん、なんでこの組み合わせになったんですかというのを、まあ、理にかなってるかかなってないかというのを、まあ、見て、でもそんな中でもね、突然変に出てきたようなもんいるわけですよ。だからそんな中で俺はムービーを応援したい心から、うん、まあ、俺の馬なんでね、おしよし、返した返した、ちょっとみんなし返した、ちょっとちゃんと見よう、うん、ちゃんと見よう、返し大事、これ大事。うん。そうそうそう。うん。確かに8ね。そうそうそう。12時20分発送ね。そうそうそう。うん。12時20分発送です。はい。うん。体格良ければ勝つ。その通り！いいこと言うわ、本当にね。ここ、ここ。ね、ここね、ここ。うん。乳首。違うわ！うん。心。ハートも大事だからね、ハートも。うん。そうそう。うん。確かに8の場で、すごい。うん。8もすごい。11もすごい。うん。やっぱこの辺のやっぱりもう、まあ、車台生産とか、うん。まあ、血統がこんだけ揃うと。うん、いいんじゃないかなっていう。お、ちょっと見とこう。うん、7と8ね。返し見よう。うん。ちゃんとな、吉村さんの言うこと聞けよ、ムービー。な、言うこと聞けよ、いい子にしろよ。頼むぞ。よしよし。ちょっとみんな死ん。ここちょっと大事。うん。有馬さん。ここ大事。うん、さあ。あ、ちょっと暴れてるこれ。どうなの、このどうなのこれ。どうなの、どうなのこれ。返しも短めだね。いいね、よしよしぞ、ちょっといいんじゃないこれ。ちゃんと返しできてるよね。よし、悪くない悪くない、いいぞいいぞ。うん、僕の夢は春です。死ね、お前は。死ね、もう本当に。うん、8番の馬体がすごいわけ。バカ、8番の馬体がすごいって俺がいつ言いましたかっていう。うん、アグネスワールドにそのアルカセットっていうね、この組み合わせが奇跡だよねっていう。そうそう、うん、え、8すげえよ、いや7だった。もうそれはね、まあ否定しないんですけどね。そうそう、うん、しんちゃんのスター戦に関して、まあ、そう、1万はちょっと、それをちょっと逆に俺にくださいねっていう。うん、そう、まあ夢をね、みんなの夢を買ってください。それが叶った時はとても嬉しいと思います。はい、そうそう、私の夢は7番です。もうし、もう金もし、ほんと。うん、じゃあ俺71、そういうことやねん。もう間が抜けとる間がもう、ムービーはボバにしては細い。まあ確かにボバにしては細いし、ちょっとやっぱ足の形もそんな良くないしね。うん、そうそうだ。ただここここやっぱり、うん、気持ちはやっぱムービーは前向きだからね。うん、だから能力を出し切ってんだと思います。はい、そうそう、うん、71良い気分。どこが良い気分だよ、全然良い気分じゃないんですけど、マジで。うん、この7番っていくらしたの。いや、庭先だからどうなんだろう。でも園田ってなんで走ってんだろうっていう、まあ決闘だよね、ぶっちゃけね。そうそう、うん、まあわかんない。ここでとりあえず走らせてすぐ外に行くのかな。うん、どうだろうね。うん、これ見えてる、みんなその前にこれ見えてるよね。大丈夫だよねこれね。うん、そうそうそう、うん、マジで頑張ってほしいの、ほんとね。そうそうそう、うん、頑張ってほしい。7かよ、7かよ、うん、7元、まあ元気だけど、いや俺はゼロとは思わない。うん、俺のムービーがね、もうやっぱり前線するのは絶対ありえると思う。うん、そうそうそう、うん、あ、みんな締め切り3分前ね、ちょっとよろしくってことで。うん、ムービー警戒。そう、よかったよかった。うん、でしかも逆にね、マイナス7キロで元気ないかなと思ったんだけど、あれぐらい元気あるんだったらそこ馬体重も心配ないわ。うん、そう、心配ない。え、馬体、いや馬体心配ないから、元気あったでしょ。うん、だから心配ない。あれでなんか首垂れてとぼとぼ歩いてたら、あれちょっと心配かなと思うんだけど、いいと思うこれ。うん、そうそうそう、うん、え、木村のガキ裏切り、まあ木村さんね、たけしさんちょっとね、まあそれ残念だけど、しょうがない、それ付き合いもあるからね。そうそう、それはもう何も言えません。はい、何が暴言ですかっていうね、本当に。だ、俺はもう本当スマイネル軍団を裏切る人はね、本当死んでくださいねっていう感じだよ、ね、動画の人で、あ、どうもどうもっていう、馬券買うならエクサイティング、なんでやねんもう。ちょっと動画の人もエクサイティングとかやめても、まあそうなんだけどね。うん、ムービーは4、本当嫌なこと言うねこれ。絶対ないから。うん、俺はちゃん絶対みんなで後押ししてあげよう、もうムービーを。うん、ここまで来たら、うん、しょうがない。こんなとこ別の馬を応援したってどういうことですかっていうね。うん、俺はもう何の疑いもなくムービーが俺先頭で駆け抜けてることを信じてる。うん、
中西幸也ね、これちょっと高知出身ですよっていう、うん、どこの人お疲れ様ですってお疲れ様ですってことね。そうとりあえず枠の68勝ったぜってどういうことなのか。あ、68ね、68あればどっちか絡んでるところ、66は大丈夫、66は、うん、66どうですかっていうね。そうそう、ムービー応援してるけどね、今回はなもう3着とかいらないから、2着もいらないから、ナンバーワンにならなくて、あ、いかんいかんいかん、ならなくてもよくなくないよ、ちょっと違う歌だったこれちょっと、あなた4着の、ほんとやめて、もうちょっと4着とか全然いらないんで、ほんとマジでマジいらないから、そこ、うん、ここだ、ここで賞金を稼げるっていうことは次もマジでこれ重賞っていうのがもう本当にね、手に届くところまでこう来てるってことだから、重賞に出れるかもしれないんだぜ、これわかるみたい、君ら旅したばっかりやってるからその価値がわかんないかもしれないけど、重賞に出れるかもしれないっていうのが今かかってるわけですよ、わかりますか、アホの皆さんね、これ賞金をここで積んどけばもう来年どんだけそこに近づけるかっていう、いいで、メインレースにムービーが走るかもしれない、こんな大事なやつ君たちはね、何7番の単勝買ってんだよバカ野郎、本当にちょっと考えろ、もう少し名手の歴史にまた1ページ、え、どういうことこれ、あ、そう、ゴールデンジョッキーね、今度やりますよってことで、うん、そうそう、うん、2回単勝買ったけど今回もうちょっと本当やめて、本当ここでもうちょっとそれみんなが諦めたら終わりじゃないっていう、俺は諦めない絶対に、うん、絶対吉村さんやってくれても、スタート大事、スタート、うん、そうそう、スマイネル軍団に裏切られるのはリスナー、どういうことだよ、だからこれ裏切らないから、だからムービーは絶対に、私たちの夢は7番です、しっお前、しっ、もう決まもうちょっともう喉に詰まるわ、うん、掲示板に乗らなかった、もう本当ね、掲示板に乗らなかったら僕今からこのパソコンぶち壊そうかなと思うんですけどね、もう二度と配信やらないよっていうね、そうそう、うん、内田応援、あ、内田ね、ピンクマンか、うん、いやもう関係ないんでね、もう 今もう無関係なんで、うん、今そこじゃなくてどう考えてもムービーを応援してほしいなって思うんですけど、これ間違いですかね、むしろね、うん、間違ったらもう言ってほしいんですけどね、そうそう、うん、7の馬主って JRA の元調教師、あ、なんかねそう言ってたね昨日もね、そう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 、うん、こんなところでオンリーワンは、そうそう、オンリーワンじゃない、ナンバーワンしかいないんだよ本当、うん、そうそう、しんちゃん茶化つきすぎってこれどういうことですか、なんか茶化魔みたいなもんですか、はい、そうそう、そう、じゃあ見えてくるんで、ここ買ったらもう次もう 今の時点でもオープンなんだけどね、うん、だからやっぱ賞金を積んでいかなきゃいけないということになると、ここであのより多くの賞金を積んでおくっていうのはもう来年に向けてもう本当大事になるわけね、これわかる、これここの大事なすごい一戦っていうのはこんな賞金高いですよ、なかなかないから、もう、うん、だからすごくね大事なんですよ、わかりますか、うん、わかりました、とにかく勝利、その通りです、はい、よくわかりましたということで、はい、馬券は買わないけど応援して、あれ、ありがとうありがとう、それでも全然 OK です、はい、ダビスタじゃなくてウィッポだろ、どっちでもいいよ、もうどっちでも一緒だよそれもう、もうバカな、もう諦め、まだ始まってもないのに諦めるってどういうことですかっていうね、本当にいろんな、確かにいろんな意味で枠の68買うのが、枠の 68?66はだから、うん、66どうしたのって、うん、しんちゃん、茶化ついてた、茶化マンですかっていう、うん、ジェヌイン落ち着かないと思う、いや、ムービーどう、大丈夫、ちょっとムービー、ムービーを、ちょっとどこ行った、ムービー、どこ行った、ムービー、あれ、ムービーいない、お、ムービーいない、ゲートちゃんと行った、ムービー、あ、ムービーいないよ、これ、え、あれ、ムービーいない、あ、いた、あ、いかん、首振ってる、大丈夫かな、めんこずっとかぶってる、これ、めんこ外すからね、うん。レースの前に面子外すから、うん、ね、ブエナと一緒、ブエナと一緒、レース前に面子外す、うん、私ガバ本気になったわよみたいな、そういう感じね、そう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 、まああのお相撲なんですけど、ね、うちはね、そうそう、うん、よし、もう いい感じ感じ、そうそうそう、うん、え、俺さん一番いったいか、俺さん一番いっちゃダメだよ本当に、うん、だ一番勝ちか、一番勝ちゃ、そうちょっとあのまあ俺さん金持ちだからね、全然もまあ俺さんの一番は僕のなんかね、多分10銭ぐらいなんで大丈夫だと思うんですけど、はい、おっしゃ、ちょっと音あげるよ。ご投票ありがとうございます。来たぜみんな、発送までしばらくお待ちください。うん。え、ムービーまだちょっと茶化ついてるね。心配だわ。うん。竹丸丼には。いや、それは分かってるかも。でもこれチャンスなんだよ。チャンスって意味分かってるみんな。ここは稼ぎ時なんだよ、本当に。賞金を積んどいて、積んどいて。うるせえな、これちょっと。だから今、積み時なんだよねっていう。うん、マジで。うん。来年に向けてじゃなくて、バレた。言うなって 言わなきゃバレないんだ。誰に向けてもね。好調な抜け出しって、ここはしんちゃんに乗ってるな、なんでやねん、なんでやねん、ちょっとね、君日本語わかりますかっていうね、ちょっと片言わかりますかっていう、ちょっと7番、8、8ね、1と7、1番人気で、あ、マジで、ムービー3番人気、マジか、じゃあいい感じじゃないこれ、うん、でもね、
先手を取れたらな楽に、そこでしっかりと吉村さんと折り合って向こう正面スッと行って最終コーナー尾体、まあ尾体だと内が深いからそこはあんまり行き過ぎずにねっていう、うん、そこはでも吉村さん分かってると思う。そうそうそう、うん、多い金返せ、なんでやねん、まだ早い、はなんで謝罪って、まあ、何もしてないでしょまだこれ。そのだ競馬的には元調教師に勝ってもだからね、そういう何的にはと関係ないから、もうこれは、うん、これドキュメンタリーだからね、別に何か仕組まれたわけじゃないんだからこれは、うん、ファイトガリバの、あマジでそうなんだ、田原正樹いますかね、うん、ムービーは8番だからいるよ、いるマジで大丈夫かな、うん、ジャパンはともかくムービーは結構、まあ、いや ムービー単体で見たら割とでもね、いやまだ全然儲かってない、全然、まあ馬台はもちろん抜いてもまだ全然儲かってない、うん、全然あのトントンもいってないんじゃないかな、まだ計算してないけどね、そうそう、うん、そう7番の番、そうね、うん、今日はチンケ立ってないよこんな、なんでこんな時にチンケブラブラしながらね歩いてるんですかっていう、そうそう、うん、7番の単勝的中への締め切り切ったな、君らはどんだけ7買うんだ、8って言ってるでしょ、8って本当やめて、もう君本当後悔することになると思う君たちは、うん、3番に聞くらいで、まあそれが一番いい、ちょうどいいよね、うん、よしちょっと待って、よし来たぞみんな、大乗ファンファーレです、ムービー、よしよし行くぞ、スタートね、スタートスタート、4レースゲート入りが始まっています、頼むぞ、 JRA 認定に勝利、セカンドトライ競争2歳戦12頭立て、このレースでデビューを迎える7番のエクサイティング人気を集めました、スタート切れる、スタート大事だからね、お前も人気です、それから8番のスマイルムービー、3番ウィンスパートと人気続いていました。各馬のゲート入り4コーナーの奥、今1番のタガノブシロンが収まりました、デビュー戦は2着、今日2戦目の馬人気を集めています、今日は川原記者またがります、1番タガノブシロン、スタート決めてね、これから2番ゲートに雪のスカイナイト向かっていきます、内田騎手はこの馬初騎乗となります、頼むぞ、よし7番のエクサイティング、うん、今日デビュー戦の馬もゲートの中でおとなしく待っています、来いよ、これから最後12番スプリンターエースが向かいます、ちょっと7番のエクサイティングがうるさくなり始めましたが大丈夫でしょうか、落ち着きました、7番うるさいぞ、12頭ゲート入り終わりました、セカンドトライ競争です、来い、よし立つ、いい第4競争、よし出せよ、よしエクサイティングタイミング合わなかったか、今一番後ろから盛り返そうとしています、先行争いです、どうするムービー、行く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 、スマイルムービー、そして3番ウィンスパートでいきました、ウィンスパートに出せる、行く、どっちどっち、天勇気、しかし外から、外来るな、スプリンターエースとそれから10番金、行く、いやいいいい、それでいい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 、よし6番キャプテン勇気控えて5番手、いいぞいいぞいいぞ、アラモです、それから11番落ちて、無理落ちて、無理落ちて、並んで4番龍の森行き、無理落ちてよ、とうとうって7番エクサイティング、あちょっとかかってる、ちょっとかかってる、1番タガノブシロンも後方から2投目、5番ハートランドベスト最後方、かかってるコーナーから向こう上面、よし落ちた落ちた、流れています、先頭3番のウィンスパートリードがハンバシングラ、大丈夫かな、先手8番のスマイルムービーは連勝中の馬、ちょっとちょっとスプリンターエースでインゴから10番金、早いよ早い、前と5馬身開きました、ね、6番のキャプテン勇気が単独5番手、さあ上がっていく7番のエクサイティング、うわ来た、デビュー戦の馬を一気に5番手前を射程圏に入れて動いていきました、うわ来た、めっちゃ早いめっちゃ早いめっちゃ早い、ちょっと待って、なんでしょうか、これから3コーナーカーブ400を迎えます、無理頑張れ、3番のウィンスパート、ここに上げていく7番のエクサイティングです、さあムービー頑張れ、動きを見せる11番のハルル、外から3番手を押し上げていきます、ムービー4コーナーカーブ、1番高野真は依然後方2、3番手、4コーナーから直線に向こうで7番のムービーハリング先頭に変わりましたが、これをすぐさま外からトレーにかかる11番のハルル追ってきた、さあ11番のハルル、あるいは7番のもう一度伸びる7番のエクサイティング、エクサイティングのハルル、内は2番の雪のスカイナイト、先頭は7番のエクサイティングの内から2番の雪のスカイナイト、2頭並んだ、ゴール最後並びなら3番手は11番のハルルです、前の争い際どくなりました、先に抜け出した7番のエクサイティングの内から救った2番の雪のスカイナイト、際どい体勢となりました、ゴール前、その後に11番のハルルが3着入線、ゴール前の体勢微妙です、今日デビュー戦の7番エクサイティング、スタート直後は少し後ろからの競馬になって道中向こう正面からぐいぐいと動いていって、そして4コーナー早め先頭直線に向いて懸命に粘ろうというところ、外からは11番のハルルが、そして最後の最後は2番の雪のスカイナイトが追い上げて、7番のエクサイティングの内から2番の雪のスカイナイト並んでかわせたのかどうか、際どい体勢です、ゴール前のスローモーションでご確認いただきましょう、7番のエクサイティング、あるいは内2番雪のスカイナイト、
最後は首の上げ下げの体勢、際どくなっています。7番のエキサイティングは今日がデビュー戦、2番の雪のスカイナイトは今日がデビューから5戦目でした。木村か内田か、名手2人の最後は争いとなっています。3着に11番のハルル、その後10番キーンキング、9番のアラモ、1番のタガブシロン追い上げましたが及びませんでした。前の争い際どくなっています。まだ着順掲示板上がっていません。7番のエクサイティングは今日がデビュー戦でした。ケームホーム3区の2歳ボバ、あるいは2番の雪のスカイナイトか、際どい体勢です。レースの確定まではもうしばらくお待ちください。